こんにちは。新代理メンバー就活生の高橋鈴香です。本日は模擬面接の企画となっておりまして、今回の面接官をなんと南さんに担当していただきます。はい、南さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。はい、世界一お金道場で YouTube やってます、南と申します。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日はですね、広告業界の模擬面接ということで、はい、ドラマ2という広告業界を想定して模擬面接をしていきたいと思います。はい、では早速面接始めていきたいと思います。お願いします。はい、では次はどうぞ。失礼いたします。はい、お座りください。はい、ありがとうございます。では本日面接官をやらせていただきます、南と申します。よろしくお願いします。三宅と申します。よろしくお願いいたします。はい、では簡単に1分間程度でいいので、自己紹介をお願いします。はい、三宅蓮太郎と申します。東京大学の農学部の4年生でございます。まあ、僕の特徴的なこととしましては、大学3年生の頃からですね、自分で営業をかけてデザインのお仕事を受けておりまして、で大学3年生の12月頃ですね、就活をするのか、それとも自分の仕事を伸ばしたいのかっていうのを悩んだ時に、まあ、自分の仕事を伸ばした方が面白い人生になりそうだなと感じたので、まあ、就活は1年間しないという選択肢を取りまして、なので去年は就活をせず、2022年になってから就活を再開したといった形になっております。なるほど、ありがとうございます。よく聞かれるかもしれないんですけど、はい、今理系で農学部に入られて、でそこからデザインと営業っていうのは一見こう関係性がないように見えるんですけど、どういうきっかけでこれをやろうと思ったんですか？そうですね、これに関しては2点ございまして、はい、まず1点目がデザインとの出会いっていうところからご説明します。はい、実は私3年生の頃まで大学の部活に所属しておりまして、でその際にですね、たまたま新刊パンフレットのデザイン、何部ですか？フィールドホッケー部ですね。 OK、 はい、はい、で新刊パンフレットの制作を任されたといった機会がございまして、でその際に、まあ、デザインソフトを触ってみて、あ、これは楽しいなというふうな、思いがありまして、でそれが1点目ですね。で2点目が、まあ、これは経営者のお話を聞いたといった、形に、はい、なるんですけれども、まあ、農学部の同期とですね、静岡県にあるピーナッツバター農家の方を訪問した時にですね、その方の経歴が面白くて、で自分もビジネスを始めたいなっていう思ったんですけれども、その方が高校を卒業してダンサーを目指してアメリカに行って、でそこからなんやかんやって会計士になって、でそこから、静岡県のピーナッツがアメリカの新聞で取り上げられたっていうのを見たという経験から、静岡県に戻って、で、ピーナッツバターを作り始めたといった方でして、でその方は農業とか特に勉強してこなかったらしいんですけれども、 YouTube を通してその栽培の方法とか加工とかを学んだらしく、でそれで実際にもう商品が売れてるっていったお話を聞いた時に、自分でもこの人が、こんなに違う分野に挑戦できるんだったら、まあ、自分でも勉強して、ビジネスができるんじゃないかっていった思いがございまして、なのでまあ先ほどのデザインの、興味っていうの ところと自分でビジネスを始めたいっていうこの2点でが合わさって、じゃあデザインでお仕事を取ってみようっていったような流れになりました。なるほど。なんかこうパッと聞いてしまうと、はい、自分で仕事をしてます、自分で営業のデザインをやってますっていうふうに聞くと、じゃあ就職しなくてもいいじゃないかっていうふうに一見思ってしまったんですけど、そうではなくて、なぜこのバラマツをこう志望してくださっているのかっていうのをちょっと教え、理由を教えてくださってもいいですか？はい、まずそもそも就活を始めた理由ですね、はい、からご説明させていただくんですけれども、はい、まあ、3年生までは、まあ、先ほどご説明した通り、就活をせずその仕事に集中していて、で4年生もまあ、これはもうちょっと伸ばしてみたいっていう思いとか、もうちょっといろんな幅のデザインを担当してみたいっていう思いがありまして、で4年生でやったんですけれども、これは1点すごく勉強になったお仕事がありまして、でロゴ制作のお仕事があって、でそこで結構個人の限界を感じたっていうところがありましたね。で、まあ、詳細をご説明しますと、まあ、C 社のロゴ作成だったんですけれども、自分はまあ C 社行ったことがなくて、まあ、なので他の店舗に取材しに行ったりとか、
またロゴを作ることがあまりなかったので、その、まあ、資料を集めたりとか、まあ、そういったことを全部自分でやって、ラフを作って提案して修正してみたいなことをやったんですけれども、それだけでもう2週間ほどかかったんですね。で、まあ、ロゴを作れるようには確かになるかもしれないんですけれども、そこにプラスして提案するとかってなると、まあ、例えば SNS の運用を助けるとか、そういったことが、まあ、自分一人だとできないなっていうように思いまして、まあ、プラス自分の提案の幅もその個人でやってるうちは広がらないなっていうように思ったので、まあ、まずはそういったクライアントを多く抱えている、会社に就職して、で、そこで力をつけていろんな、クライアントを担当してみたいなというように思うようになりました。ちなみに将来独立する願望とかってあるんですか？そうですね、まあ、その選択肢もあるとは思うんですけれども、今のところはないですね。それはなぜですか？そうですね、そこに関してはいろんな授業をされている方とお仕事がしたいっていうようなことがありまして、まあ、なのでその観点で言えば過去の案件も見れて勉強になるっていう観点でも、その企業に入って、それで仕事をする方がいいのではないかっていうように思っております。なるほど。実際社員と会って話したりとかってしたことありますか？はい、一度 OB 訪問はさせていただきました。どうでしたそれ？そうですね、まあ、改めて、このクリエイティブ職の面白さっていうのに再認識できたかなというふうに思っております。クリエイティブ職って言っても広いんですけど、具体的に 何がやりたいとかってありますか？そうですね、ここに関しては、まあ現時点で、仕事を取っているデザインももちろんそうなんですけれども、もっと幅広いことがしてみたいなというふうに思っておりまして、はい、まあ、なので、まあ、その他の、まあ、コピーライターの方だったり、まあ、動画を作る方だったりいろいろいると思うんですけれども、そういった方々と連携しながら、もうより大きな、広告を作っていけるような人になりたいなと思っております。ってことは、クリエイティブディレクターで、まあ、映画監督みたいな感じで、うん、こう監督をするっていう感じです。全体を見てっていう感じ。まあ、それも一つとしてありだなっていう興味はありますね。そこはまあ仕事を通して考えていきたいなと思っております。実際そのコピーライターとそのデザインソフトを使って制作物を作るっていうのはもう全然違う仕事なんですけど、これ どっちがいいという志望性ってありますか？そうですね、現時点ではそのデザインをするのも楽しいんですけれども、そこからもっと大きなことをしたいっていうことを考えると、そうですね、コピーライターとか、まあ、そう手を動かしてやるというよりは統括するとか全体を見るような職種の方にゆくゆくは移っていきたいなと思っております。じゃあどっちかっていうとそのコピーライター企画っていう方が志望度は高いっていう感じ？そうですね、はい。でその何かこうチームとしてこう制作物を監督してっていう経験何かあったりしますか？そうですね、そこで言いますと、まあ、まさに新刊パンフレットがまさにそうでして、はい、2年生の頃は、もうただ単に先輩が、指示してくださるのを作るっていった形だったんですけども、はい、まあ、そこで結構周りと比べてもデザインのスキルが、上達が早かったので、3年生の頃は、いろいろパンフレットもそうですし、まあ、他の新刊関係のデザインも統括して、進めたっていうことは経験としてございます。それで何かこう大変だったこと、苦労したこと、挫折したことなどあれば教えてください。そうですね、大変だったこととしては、そうですね、指示とかを受けて、単純に作業するっていったことは、できたんですけれども、やはりその納期のズレとかっていうのが、いろんな方に、仕事を振ってるとそこは感じたりして、で実際に納期が遅れてしまったり、まあ、あとは印刷会社の方とちょっと齟齬があったりとか、そういった問題はあったのですが、まあ、なんとか、希望の、納期までには間に合わせることができたので、まあ、そこは結構大きな経験でしたね。そこから何か学んだこと、今の自分の武器となっていること何かありますか？そうですね、そこに関してはいろんな方とお仕事をする際に、その
納期をきちんと伝えるとか、そこの進捗を普段聞いているかとか、そういったところは意識しておりまして、今インターンをしてるんですけれども、他の方にこれをやってくださいみたいな頼んだときは、そこに関しては1日に1回とかそういったことを聞いて進捗を見てみるといったようなことはしてますね。なるほど。ちなみにその今までのエピソードにおいて、はい、その自分のモチベーションの源となるような、まあ、自分のエンジンといいますか、そこの根本のこの自分の突き動かすものっていうのが何なのか教えてもらってもいいですか。自分の感じる喜びみたいなところ、そうですね、ここに関しては、まあ、これは自分の、個人の仕事の方なんですけれども、感謝されることが多くなったというか、もともとは自分から営業をかけた何も知らない人だったんですけれども、そこから私が制作を通してその思ったような結果につながったりして、そこから感謝の言葉をいただくっていうのがモチベーションの源になってますね。でそのモチベーションの源だと、別にバラマツに入らなくても個人で仕事をやっても達成できるような気がするんですけど、そこはどう思いますか。そうですね、まあ、ここに関しては、まあ、もちろんそれも自分のパワーの源でもあるんですけれども、自分の興味も重視をしておりまして、そこで、あるのが、まあ、いろんな、まあ、業界だったり 業種のクライアントを担当して、その方の、お仕事を担当するというのは、その方の世界観を知るといったことにもつながると思っておりまして、でそこをまあ、学びつつきちんとアウトプット、まあ、デザインなりと広告なりで、アウトプットしていく過程でその方を理解するというのがすごく楽しいなというのも思っておりまして、まあ、なのでその2つを掛け合わせるとバラマツなのかなというのは思って、志望をしております。実際入社した後に担当したいクライアントを具体的にやったら教えてください。そうですね、現在だと特にまだこれといったものはないですかね。なるほど。業種とかではどうですか。業種だろうな、業種も特にないんですけれども、どういったことをしたいかといいますと、なんだろうな、その企業の、まあ、文化みたいなのをきちんと表すような広告がしたいというのは思っておりまして、で自分の好きな広告にもそのなんか、パタゴニアの広告が好きなんですけれども、まあ、そこでなんか Don't buy this jacket っていう広告、新聞広告がありまして、ジャケットを売ってるのに、そのなんだろうな、地球の環境を考えると、まあ、本当に必要なのかっていうのを考えて買ってくださいねみたいなことを訴求しているのがありまして、そういった企業の文化みたいなのを表せるような、まあ、社会問題も同時に解決できるようなことは担当したいなというのは考えておる、いるんですけれども、特に業種はこの業種を担当したいというのはまだ、具体的なイメージはないですね。なるほど。パタゴニアの例を出していただいたんですけど、実際それでご自身が何か行動が変わったとか何かありますか。そうですね、ここに関しては実際にその服が必要なのかみたいなのを買うときに考える一つのきっかけになったなというのは考えておりまして、パタゴニアの、服を買ったわけではないんですけれども、他の服を買うときにもそのなんだろうな、そこの教訓じゃないですけれど、本当にこれが必要なのか、まあ、服に限らずいろんなものを買うときにそこが考える一つの糧になったなというのは考えておりますね。なるほど。じゃあ最後に何か、言いたいこと、伝えたいこと等々何かありますか。そうですね、一つ気になることとして、いろんな、事業をされている方のとお仕事をしたり、過去のそういった事例を見て勉強したいっていうような思いがあって広告業界を志望しているんですけれども、そういったナレッジシェアの観点で、まあ、こういった使い方をしていたとか、まあ、こういう周りにこういうふうに 使うことができている人がいたよみたいな話がありましたら、教えていただきたいです。もうあれですね、
プロジェクトチームを組んだら、やっぱりもう朝からもう深夜まで、やっぱりこう、寝食を共にするわけですよ、うん。もうずっと一緒にいるので、で、そこでも近くにいながら、盗んでいく、学んでいくっていうのがすごくすごく多いですね。あ、資料から学ぶっていうよりは、もちろん資料も、あの、社内システムであるんですけど、やっぱりそこを、完成形だけ見るんじゃなくて、どういうプロセスでこれができたのかっていうところは、やっぱり常に一緒にいることによって、そこから、まあ、師匠から盗む、学ぶっていうところが、文化としてはすごく大きい文化ですね。なるほど。確かにそこに関しては、結構 OB 訪問で一度しか行ったことないんですけども、その方も師匠がいたり、また憧れのクリエイターがいたりとかして、そこから学ぶっていうのかあってことを、おっしゃられてたので、まあ、そことはかなりリンクしたなと思っております。でも他の業界も全部そうですよ。あの建築だろうと、あのウェブデザインだろうと、もう全部そうです。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？緊張されましたか？めちゃめちゃ緊張しました。自己評価的にはどうですか？合格、不合格。一応想定してっていうことでしたら、ギリギリ通るかもしれないなっていうのは思ってまして、まあ、そこに関しては広告とかについての理解は少ないなっていうような考えはするんですけれども、まあ、自分がやってきた仕事とか、まあ、そのデザインの仕事を取ったりして広告に近い分野で活動していたっていうことはプラスに働くのかなというのは思っております。ありがとうございます。じゃあもう早速、はい、みなみさんの方から丸×の方お願いします。はい、発表します。はい、ドゥルルルルルン、×ですね。おお、はい、一時で×です。じゃあ早速フィードバックの方お願いします。はい、でまず、まあ、良かった点と改善すべき点を挙げていきます。全体的に良かった点は落ち着いているところ。緊張してる感が全くなかった。ああ、内心すごく緊張してる。いや、全く出てこなかった。それは なんでですか？そもそもなんでそんな落ち着いてるんですか？よく言われるんですけれども、あまり同学年と話すというよりは大人の方と話す機会が多いので、まあ、他の就活生と比べたら大人と話すことについて緊張が少ないのかなっていうのは思ってます。かなり強いです。それで改善すべき点は全体的にはもうちょっと笑顔と、元気を出した方が良くて。おっしゃる通りです。やっぱり伸びしろの部分を見てるんですけれども、その明るく元気にっていう人がチームにいるかいないか、すごく大事なことなんですよ。もしくは全く喋らない無口でもいいんですけど、だとしたら人の100倍の成果出すとかぐらいだったら、もう別に喋らなくて無口で誰とも目を合わせないみたいな感じでもいいんですよ。だけど100倍の成果って難しいじゃないですか。間違いないです。だから基本元気で明るくっていうのはもうマストなんで、もっと笑顔で明るくした方がいい、よ意図的にやった方がいいですよ。で良かった点と改善すべき点を挙げていきます。はい、まず最初に良かった点に関して言うと、やっぱり学生時代の経験ってところが、世間一般の大学生ってやっぱりもうバイトとサークルとスマホと遊びとって大体それで浪費されていくんですけど、まあ、その体験、自分で営業して自分で仕事をしてって自分でデザインをしてっていうだけで超上位 1% ぐらいに入る経験をしてるわけじゃないですか。その経験っていうのはすごく良いこと、はい、なんでそこをぜひぜひ今後も深く掘って話していったなというふうに思います。で、解説すべき点は全体的にエピソードはいいんですけど、話が長いんですよ。ああ、そうですね。なんで重要なポイントは2点ありますみたいに言ってもらって、あ、2個あるんだなっていうふうに言ってから、これとこれですっていうふうにこう提供した方が覚えやすいんですよね。面接官はやっぱ1日に20人とか見てるわけなので覚えられないので、この2つだけ覚えてくださいっていうぐらいにした方が良いです。で、あの僕よく言うテクニックなんですけど、長いと思わせないためには相手に質問をさせるんですよ。2件ありますって言って、この2件になんか引っかかりワードを作っておいて、はい、ここ質問してくださいねっていう風に用意してあげる。でこっちはじゃあそれってどういうことっていう風に質問させると、はいはい、計画通りですねっていう風にこうなるので、そうやって落とし穴を仕掛ける、精度を上げるって落としすると、こっちは長さっていうのを感じなくなる。ここで、まあ、気になるのはここだろうなっていうのをある程度想定しておいて、そこを準備するってことですね。そうです。でそれはもうあと場数しかなくて、その落とし穴を作ったらあとは5人10人に対して1分間自己紹介してみて、どこを質問したくなったかを聞くっていうことを繰り返すっていう。でそれは友達でも後輩でも大丈夫です、就活を始めた理由の部分からフィードバックをしていくんですけど、これかなり改善点がめちゃめちゃいっぱいあって、ここからここまでは良かったんですよ。ここから×になりました。理由はまず第一に辞めそうっていうのが一番大きい。ああ、なるほど。です。やっぱり学びたい、インプットしたいっていうのがすごく強い意志として感じたんですね。あ、ってことは学んだらこれ独立するなっていう風になったんですね。あ、でこっちからすると採用にお金かけて、育成にお金かけて、で5年目ぐらいからやっと油が乗って会社に利益をもたらしてくれる人なのに、5年目で辞めるっていうことが起きる。
で今までの投資何だったのっていうので、私は辞めませんよっていう論理がないというか弱いです、うん、確かにそうですね。一方で5年で独立しても人の1000倍利益出したら別にいいわけですよ、5年でやめて。投資のリターン、そう。でも1000倍本当に利益出るかって分かんない、うんうんうん、ってことは危険な買い物になっちゃうわけです、うん、っていうのはかなり大きいです。辞めそう独立願望がありっていう、うんうん、でこれ解決するにはもう社員訪問しかないんですよ、うん、社員訪問で具体的に何さん何さんの考え方とかプランニングのやり方とか見て、そういうもう本当に感銘を受けて、この会社でこういう人の元で働きたいと思ったっていう、その社員訪問を使うしかないっていう、うん、でその社員訪問の話が弱すぎる、抽象的すぎるっていうので、なんか辞めそうだなって思った。もともと自分で仕事を取ってたっていう話をしてる時点で憧れの人がいるみたいな、そこをきちんと具体的にしないと辞めるんじゃないかっていう恐れが勝ってしまう。そうです、そうです、その通り。逆にこの就活始めた理由とか志望理由がはっきりしてたら受かるっていう感じですか？そこもダメだったし、はい、他にもあります、はい、はい、はい新刊のパンフレットの話、チームの話だと、はい、まずこれやっぱ結論ファーストっていうのはどんなことがあっても大事で、うんうん、これ別に就活限らず今後25歳、30歳、40歳になってからも絶対必要なんです、うん、っていう意味で言うと、新刊パンフレットってパンフレットを作ることが目的じゃなくて、うん、パンフレットを使って新刊でどれくらいの人が集まったかっていうのがその KPI じゃないですか。なんでその数的根拠を最初に言ってほしいんですよ。ああ、なるほど。だから自分が1年生の時、2年生の時はこうだったけど、自分が主題となって行った3年生の時にはこれぐらいの成果が出たっていう、うん、ちなみに成果はどうでしょう、数的根拠。最初の体験会にいかに呼べるかっていうのが一番の目標でして、そこを最初に100人ぐらい呼べたのかなっていうのが、実際に成果として出ました。そこの数的根拠がないと、はい、私すごいことしましたって言われても、そんなすごいことしてるのかなっていうふうになっちゃうのが改善する起点です。そうですね。続きまして、得た学びの部分で、納期の話をひたすらしてたと思うんですけど、うん、納期は一つのエッセンスでしかなくて、納期と質なんです、大事なの、うん、質と納期どっちも守るのがその広告代理店の仕事の大切さなんですね、うん、なんで納期の方だけ話しちゃダメなんです。そうです。質の方の話もくださいっていうので片腕が落ちちゃってたです、うん。であとは自分のエンジンの部分なんですけど、まあ、感謝されることって分かりやすかったです。具体があると直るしで、結構致命的だった部分は本当に広告代理店の仕事に興味あるのかなっていうのはすごい感じたことがあって、うん、何かというと担当したいクライアントの業界も特にないっていう話。あ、これって志望してるんだとしたら社会に目を向けて自分だったらこうするのになみたいなのってあるはずなんです絶対に、うん、それがないってことはあれ興味なくねみたいな。本当に仕事してるなら担当したいクライアント担当したい業種は絶対あるはず。確かにこの準備は足りてないです。はい。でパタゴニアの例は出すのは良いです。ただパタゴニアを出したことによって要はロイヤリティが大事なんです。そのブランドが好きだ、うん、で今は学生だから今買えないかもしれないけど将来買いたいと思っているっていうようなこのロイヤリティが上がったっていう話の部分をした方が良くて、あ、要は今すぐは売れないかもしれないけど長期的視点で経済効果があるっていう話が欲しかったです。以上です。ありがとうございます。ということで今回は面接皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。志望動機の話し方や固め方など広告業界を志望している人にとってはとてもためになる内容だったと思うのでぜひこの動画を参考にしてください。あとみなみさんの情報も概要欄に、はい、貼ってあります。世界に紹介の道場で YouTube やってますので、はい、概要欄からお願いします、はい、では今回の動画も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあなーじゃあなーじゃあなー、ありがとうございます。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくのでよかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。